皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではときメモ GS セカンドやっていきます。現在のパラメーターはこんな感じです。魅力だけ低いです。頑張ります。いらっしゃいませ。はい、今日はドレスを買いに来ました。ドレス、こっち A ラインドレスを買います。あーちょっと痛い。あー、アクセサリーも買おうかな。アクセサリー、どれにしよっかな。これバラのコサージュを買います。以上です。おお、結構溜まった。ありがとうございました。うん、いいお買い物できたかも。今日は学校主催で開かれるクリスマスパーティー。あ、そうだ、パーティーでプレゼント交換会があるんだった。プレゼントを買いに行かなきゃ。さて、何を買おうかな。一リッチのもの。みんな大好きガラス細工の天使を買います。プレゼントはこれでバッチリ。家に帰って着替えてこよう。クリスマスパーティーには何を着ていこうかな。ドレス、ピュア、アクセサリー。よし、準備 OK。 パーティー会場に出発。今年もクリスマスがやってきました。年に一度のパーティーですから、皆さん大いに楽しんでください。はい。ただし、あまり羽目を外しすぎないよう、節度を保ってくれることを期待します。はい。いいですね。では乾杯しましょう。はい。メリークリスマス。メリークリスマス。あ、メリーだね。うん、メリーだね、タツコさん。あ、メリークリスマス、タツコさん。色っぽいじゃねえか、今日のあんた。そうかな。タツコさんだってすごく色っぽいよ。え、本当？あ、似合ってるね、そのドレス。ありがとう。タツコさんのドレスもすごく似合ってるよ。このドレスにしてよかったかも。じゃあ、私行くよ。また後でね。うん、また後でね。そろそろプレゼント交換会の時間だ。誰のプレゼントが回ってくるかドキドキ。せっかくだから、好感度にあまり関係ない若王子先生のプレゼントがいい。ほうほうほう、君にはこのプレゼントをあげよう。メリークリスマス。ありがとうございます。何が回ってきたんだろう。開けてみよう。頭脳コーヒー試飲券。頭脳コーヒー、一体どんな。あ、いやいや、そのプレゼント。どうしたんですか？どうしたんですか、若王子先生。そのラッピング、先生が出したものと瓜二つです。というよりまさにそれです。そうなんですか。あ、若王子先生が持ってるのは私が出したものですよ。すごい偶然ですね。それは二度びっくりです。せっかくだから開けますよ。はいはい、どうぞ。劇イケてます。マジヤバすぎ。よかったです。やった、バッチリ喜んでもらえたみたい。こうして2006年のクリスマスイブは終わった。今年1年を振り返ってみると、よく運動したな。そうかな、こんなところかな。よっお姉ちゃん、何してるの。今年1年を振り返ってたの。うん、ちょっと考え事かな。ねえ、例の
赤白のあれ見ようよ。見よう見よう。しょうがないな。はいはい、今年は誰が出てるんだっけ。じゃーん、持ってきました、週刊テレビキャッチ。今年は白組が勝つと思うんだ。そうなの。この曲早くやらないかな。ダンスが楽しいんだよね。キラキラしてて眠そうだね。録画してあげるから寝な。ゆうくん、無理しないで寝たら。寝ない寝ない、平気だよ。ねえ、そば食べようよ。そば、俺手伝うよ。え、手伝ってくれるの。じゃあ食べよっか。てか、ゆうくんのお父さんお母さん、お隣さんに一言言った方がいいと思うけど。あ、ちなみにゆうくんの名字はお隣くんというらしいです。これはお隣さんだからお隣くんなのかな。ときめも得意の名前ネタがここにあった。まだちょっと早い気もするけど、まあいっか、眠そうだもんね。やった。あ、起きた。何はともあれ、引っ越し早々いろいろあった一年だったな。来年はいいことあるかな。何、ゆうくん。頑張れ、白組。お姉ちゃん。ゆうくんの寝言終わったかな。あんまり聞き取れなかったんだけど。新しい一年の始まり、なんだかすがすがしい気分。あ、年賀状来てる。誰からかな。え、いきなり女の子から。わ、タツコさん、渋いな。宿題のこと思い出させてくれてありがとう、千代美さん。え、ミツ。さてと、初詣どうしよう。お姉ちゃん、お姉ちゃん。はい。ゆうくん、ちょっと待って。明けましておめでとう。今年もよろしく。明けましておめでとう。今年もよろしくね。明けましておめでとう。ゆうくんは新年から元気だね。今年もよろしくね。ねえねえ、お姉ちゃん、初詣は。まだ。もしかして私と一緒に行きたいの。あ、そういえば。ねえ、一緒に行こうよ。俺、イカ焼き食べたいな。ね、ねえ、いいでしょ。しょうがないな。イカ焼きの他に何か食べたいものある？買ってあげるよ。じゃあ、玄関で待ってるから早く来てね。うん。ちょっと、ゆうくん。まあ、他に当てもないし、行くことにするか。洋服を持ってないので、標準。アクセサリーはこのままで行くか。はい。お迎えに来ました。準備は OK？ OK。はいはい、ちょっと待ってて。それじゃあ出発。うん、かわいい。お姉ちゃん、早く早く。わかってる。ちょっとゆうくん、そんなにどんどん先に行くと迷子になっちゃうよ。もうのんびりしてたらなくなっちゃうよ。なくならないよ。大丈夫、神様はどこにも行かないから。神様はいなくなんなくてもイカ焼きはなくなっちゃうって。ああ、そっち。イカ焼きの心配ですか、ゆうくんは。そっちの心配か。今年は何をお願いしようかな。学業成就、成績が上がりますように。
その願い叶えて死んぜよう。あれ、なんか叶いそうな気が。お、おみくじ。お姉ちゃん、やってみようよ。うん、どうしようかな。よし、やっていこう。そうこらぐっちゃん、ほら早く早く。わかってる。もう本当に可愛いな。ちょっと待ってね。ゆうくんたらあんなにはしゃいじゃって可愛いな。さて、私の今年の運勢は大凶。ひどすぎる。ゆうくんの結果はどうかな。どうした、大凶。ゆうくん、なんだった。キチか。いいじゃん、私の大凶と入れ替えてよ。ちぇ、つまんないの。中途半端で面白くない。そうかな。2007年か。何か新しい目標を決めようかな。目標決めても達成できるのかな。できるよ。どういう意味。冗談だよ、そんな怖い顔しないでよ。お姉ちゃん。私そんな怖い顔してるかな。こうして新しい1年が始まった。ゆうくんに情報を聞こう。ゆうくん、ちょっといい？うん、今開けるね。うん。どうしたの？あのね、ちょっといい話ない？うん、ちょっと待ってて、そっちに行くね。うん。ありがとう。ありがとう、ゆうくん。大丈夫？なんかね、喉がピリピリする。こないだこたつに入ってゲームやってたら、そのまま寝ちゃった？いつの間にか寝ちゃって、お母さんに、布団で寝なさいって怒られちゃった。そうだったんだ。ああ、それは怒られるかも。なんで布団の代わりにこたつじゃダメなのかな。こたつ掛け布団って名前だよね。まあそうだけど、低温やけどしちゃうからじゃないかな。他にも聞きたいことある？ないよ。うん、ないよ。えへん、俺って何でも知っててすごいでしょ。またいつでも呼んでね。うん、ありがとう。ゆうくんに情報を聞こう。ゆうくん、ちょっといい？うん、今開けるね。うん。どうしたの？あのね、ちょっといい話ない？うん、ちょっと待ってて、そっちに行くね。うん。ちゃん、カエルの眠そうな顔って見たことある？あれが眠そうな顔なのかわからないけど、多分あると思う。眠そうなカエル？うん、この間友達と神社の裏の森に行って落とし穴作ってたんだよ。危ないことするな。そしたら土の中にカエルがいてさ、小さく丸まって動かないんだ。冬眠してたんじゃない？土の中にいたの？うん、冬眠してたんだと思う。そうだね。わっ！って脅かしたら、すっごい眠そうな顔で睨まれた。かわいそう。他にも聞きたいことある？ないよ。うん、ないよ。えへん、俺って何でも知っててすごいでしょ。またいつでも呼んでね。うん、ありがとう。さて、帰ろうかな。
あ、何？そういえば私、バレンタインデーが近いのにチョコレートを買ってなかった。よし、買いに行こう。いらっしゃいませ。さて、どうしようかな。やっぱり家に帰ろう。いや、チョコは買わずに帰ろう。あ、そうだ、手作りチョコどうしようかな。ゆうこも手伝ってくれるって言ってたし、手作りチョコを作る。本命の人には手作りを渡したいもんね。では、張り切って参りましょう。1年目なので動画に残します。手作りバレンタインチョコを作ろう。ちょっとちょっと、それじゃあ行くよ。うん。危ない。簡単と思ってたけど間違えそうだわ。ちょっと二重多いかな、ゆうくん。お姉ちゃん頑張れ。あと半分だよ。うん。ゆうくんちょっと早いかな。ゆうくん、ゆうくん、お姉ちゃん急げ、チョコが台無しになっちゃうよ。ああ、うわ、うまそう。バッチリだよ。大変よくできました。やったね。上手にできた。明日渡すのが楽しみだな。あ、お姉ちゃん、おはよう。おはよう。あ、おはよう、ゆうくん。いよいよバレンタインだね。昨日のチョコレートちゃんと持った？持ったよ。もちろん、ラッピングもバッチリ。あんなに一生懸命作ったんだから、お姉ちゃんの気持ちきっと伝わると思うな。本当？だといいんだけど。あと一息、気合だよ。俺も帰りは荷物が増えそう。じゃ、またね。うん、またね。うん、気合だね。張り切って作った手作りチョコはやっぱりあの人に渡そう。誰にもあげない。やっぱり渡すのはやめよう。もったいないから自分で食べちゃおっかな。ダメダメ、自分で食べる。ゆうくんにあげる。ゆうくんにあげるよ。ゆうくんにあげようと。喜んでくれるかな。ゆうくん、いる？うん、今開けるね。うん。あれ、声がこもってない。どうしたの？お姉ちゃん、バレンタインうまくいった？うん。というわけで、これはゆうくんの分。何そのてんてんてんは。わーい、ちょっと待ってて、そっちに行く。うん、かわいい。よこれ、昨日作ってたチョコ？そうだよ。なんだ、やっぱり俺のだったんだ。まあね、かわいいな。まあね。じゃあ早速いただきます。はい、どうぞ召し上がれ。そんなに包んであったの？うん、おいしい。お姉ちゃん天才、ありがとう。いえいえ、ゆうくんとっても嬉しそう。よし、テストを受けましょう。テストを受ける。初日の試験科目は語学。いい出来かも。お、2日目の試験科目は数学。うん、バッチリ。お、
3日目は選択科目。うん、バッチリ。お。4日目は芸術。うん、バッチリ。お。5日目は技術家庭科。うん、バッチリ。お。テストの結果が発表されてるって言ってたな。よし、見に行こう。あらあらあら。おー、やった !1 位だ。はるちゃん、こうちゃん、くーちゃん、こうちゃんはまた一桁の点数取っちゃったの？やった !1 位獲得。トップに立てるなんて嬉しい。お、あんた1位だって？うん、うん、そうなの。大したもんじゃねえか。よくやったね。ありがとう。達子さんに褒められちゃった。嬉しいな。一周目でゆうくんに情報聞かずに勉強しちゃったよ。まあそのおかげで1位取れたから結果オーライか。ゆうくんに情報聞こう。ゆうくん、ちょっといい？うん、今開けるね。うん。おう、どうしたの？春服になった。あのね、ちょっといい話ない？うん、ちょっと待ってて、そっちに行くね。うん。よっ。お姉ちゃん、なんか欲しいものってある？欲しいもの？何プレゼントしてくれるの？そうだな、ときめきメモリアルガールズサイドプレミアムサードストーリーかな。特にないけど、どうして？5年生になったらお小遣いが増えるんだ。何が欲しい？ときめきメモリアルガールズサイドプレミアムサードストーリーが欲しい。そっか、ゆうくん5年生か。じゃあ6歳差？全然大丈夫だね。ほら、何か言ってみてよ。だから、ときめきメモリアルガールズサイドプレミアムサードストーリー。あやく。だから、ときめきメモリアルガールズサイドプレミアムサードストーリー。他にも聞きたいことある？ないよ。ないよ。えっへん、俺って何でも知っててすごいでしょ。またいつでも呼んでね。うん、ありがとう。おはよう、お姉ちゃん。おはよう。おはよう、ゆうくん。朝早いんだね。だって今日はホワイトデーだよ。お返しを渡さなくっちゃ。そっか、こんなに早くから？たくさんもらっちゃったからね。いやー、モテモテで困っちゃうよ。モテる男は辛いね。というわけで、この間はごちそうさま。これ、お姉ちゃんの分。ありがとう。うわー、このゆうくんかわいい。ありがとう。それじゃあ、俺もう行くから。じゃあね。うん、またね。行ってらっしゃい。ゆうくん、あの年で豆だな。ちょっと見習った方がいいのかな。私はゆうくんの将来が心配だよ。2週目になったけど、内容変わるのかな。ゆうくんに情報聞こう。ゆうくん、ちょっといい？うん、今開けるね。うん。どうしたの？あのね、ちょっといい話聞かせて。うん、ちょっと待ってて、そっちに行くね。うん。よっ。隣の公園でノビルが生えてるの見つけちゃった。内容変わった。ふーんって興味なさそう。春のおやつにいいらしい。食べたことある？ない。根っこから引っこ抜いて、外側の茶色い皮を剥いて、白いところだけ食べる。詳しいね、ゆうくん。食べたことあるの？
よく知ってるね。うん、ネットで調べたら書いてあった。ネット、今どきの子だな。でもこのゲームの時代に今どきの子って言っていいのかな。他にも聞きたいことある？ないよ。うん、ないよ。えへん、俺って何でも知っててすごいでしょ。またいつでも呼んでね。うん、ありがとう。ゆうくんに情報を聞こう。ゆうくん、ちょっといい？うん、今開けるね。うん。どうしたの？あのね、ちょっといい話聞かせて。うん、ちょっと待ってて、そっちに行くね。うん。ねえお姉ちゃん、猫ってハンバーグ食べると思う？猫にハンバーグはダメだよ、玉ねぎ入ってるから。猫用のハンバーグだったら食べるんじゃないかな。ハンバーグ？どうだろう、お肉だけど食べるのかな。いや、食べさせちゃダメだよ。どうしてそんなこと聞くの？あのさ、団地の向かいの三角公園で野良猫が子供を産んだんだ。チャトラの猫。へえ、そうなんだ。私も見に行きたい。何か食べるものを持って行ってあげたいんだ。ゆうくん優しい。なるほどね。ハンバーガーならお小遣いで買えるんだけどな。え、この時代の猫缶はハンバーガーより高いの？他にも聞きたいことある？ないよ。うん、ないよ。えへん、俺って何でも知っててすごいでしょ。またいつでも呼んでね。うん、ありがとう。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。